ましょう居酒屋ね。もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち？あっこ。あっこちゃんか。あ、なんや、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で老けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？時々な。会う会わへんはどないして決めとるんや。まあ、お腹空いてる時とか。現金やな。
飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ。五郎さん入れ墨してはったりせえへん？入れ墨やと？うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に追って生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや。般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いいやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいな思っててな。アコちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対アコちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろか？ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に来て。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐ分かると思うで。分かった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。僕絶倫だから。うん？よっ！
僕、レスリングだから。